ああ、どうしたんだ霊夢？ため息なんかついて。全世界で絶滅危惧種に指定されている生き物が、37,400種以上いるっていう、ニュースを見ちゃって鬱なのよ。全体の 28% もいるのよ。確かにそれは鬱だな。絶滅危惧種が増加する理由としては、自然淘汰以外にも、私たち人間の活動が挙げられるからなおさらだな。普段の何気ない行動が、他の生き物を絶滅に追いやってると思うと、嫌になっちゃうわ。確かに動物園の人気者のレッサーパンダは3世代のうちに、絶滅する危険があるとか、車社会の拡大でイリオモテヤマネコが事故にあって、個体数を減らしてるとか聞くと嫌になるな。住処が温暖化の影響を一番に受けているホッキョクグマは、このまま何もしないと2100年には絶滅する可能性が高いって話だ。責任だけは感じるのに、有効な手立てを日常の中で打ててない空回り感でうわーってなっちゃうわ。この問題は個人だけでなく、企業や国が全力で取り組まないと、どうにもならないから余計だな。今話題の SDGs ってやつね。そうだ。ただ、必ずしも人間のせいばかりで滅んでいるというわけじゃない。恐竜の絶滅がそれに当たる。あれは隕石が原因だし、そもそも恐竜の時代に人間はいないしね。絶滅理由に介入しようがないな。そもそも地球に生命が誕生した約40億年前から、隕石だったり氷河期に突入したり、適応できる能力を持たなかった。という理由で絶滅を繰り返し誕生してきたんだ。人間の活動が絶滅を引き起こしている面も大きいが、それ以外の理由でも、当然絶滅してきた。人間も絶滅と進化を繰り返してきた動物の一種だ。そう考えるとちょっとだけ罪悪感が薄れるような、全てが自分のせいだって考えるのもおこがましいぜ。せっかくだし今回は残念な理由で絶滅した生物を紹介しよう。そういえば前回、同じ動画テーマで紹介したわね。そうだな、それの続編的な感じだな。前回もとても面白い内容だったから今回も期待しちゃうわ。早く紹介して。わかったよ、じゃあ早速紹介していくぜ。あ、その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると嬉しいわ。よろしくお願いします。それじゃゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのはエクキオンだ。名前からはどんな生き物なのか全く想像がつかないわ。2000万から500万年前、いわゆる新第三紀の中新世の時に北アメリカに生息していた大型の犬科の動物だ。要するに犬ってこと？そうだな。だが骨格はライオンに近く、噛む力も相当強かったらしい。大きさは 1.5 メートルで体重は91から136キロほどだそうだ。すごく強そうね。正直絶滅する理由が見当たらないわ。でも残念な理由で絶滅したんだから、隕石とか氷河期のせいってわけじゃなさそうね。エキキオンはハイエナみたいに狩りをせず、死体を骨まで食べていたんだ。骨まで？それはダイナミックね。当時の北アメリカにはラクダやゾウなどの大型草食動物がたくさんいたから、食べるのにはちっとも困らなかったぜ。その結果、強靭な顎と巨大な肉体を手に入れたわけなんだが、いかんせん大きくなりすぎた。犬なのにその巨体のせいで走るのが苦手になってしまったんだ。テレビでもたまにダイエットが必要なワンちゃんを見るけど、そんな感じかしら。太ったというより、単純に体が大きい人は小さい人に比べて俊敏に、動きづらい程度のことだと思うぜ。人間はネズミみたいにちょろちょろ動けないだろ？確かにスポーツ漫画でもあの巨体でなんてスピードだ。って驚かれるシーンを読んだことがあるわ。でも、エキキオンは死体を食べるんだから、動けなくてもいいんじゃないの？今まで通りラクダやゾウがいてくれるならそれでもよかったんだが、中心性の末にそういった大型草食動物が減少した。それじゃ食べられる死体の数も減っちゃうわね。そう。狩りができるならよかったが、巨体のせいでそれができなかったために、あえなく絶滅してしまったというわけだ。自力で獲物を手に入れられないがために絶滅しちゃったのね。こういった悲劇はエキキオンに限らないけどな。人間でも無職や専業主婦など自分の力で経済力とかを持てない人間は、環境の変化に弱い。人間だからすぐに死ぬということはないけど、環境維持のために労力を割いたり、環境が変化してしまった結果、ホームレスになったりする。人間の場合、今の状況が必ずしも自分の選択の結果なわけじゃないところが、厳しいわね。そうだな。コロナじゃなければって人も多いから、これを気に隠さぜせいや、福祉の拡充アクセス簡易化に取り組んでほしいぜ。みんなが安心して生活できますように。次に紹介するのはカンガルーの仲間、プロコプトドンだぜ。新生代のオーストラリア大陸に生息していたんだ。カンガルーの仲間なのね。ああ。史上最大級のカンガルーで体長2メートル、体重は230キロを超えているんだ。現存しているカンガルーが大きいものでも160センチ、体重85キロであることを考えるととてつもなく大きいことがわかる。ただ、つま先の指が1本しかないため、
飛び跳ねることができずにつま先立ちで走っていたそうだ。すごく大きいわね。じゃあプロコプトドンは飛び跳ねられないから絶滅したの？それは違うぜ。理由は塩分の取りすぎだ。何その人間みたいな理由。カンガルーって草食だから腎臓をやるほど塩分を含んだものを食べるイメージが湧かないわ。海水を飲みすぎたのかしら。塩分の取りすぎと言っても腎臓をやったからじゃないぜ。じゃあどうして絶滅したの？オーストラリアにはソルトブッシュと言って塩分を含んだ土地で育つ植物があるんだ。ミネラルをたっぷり含んだ植物で塩分を取りすぎたら葉を枯らして排出するものの、ミネラルは保つという珍しい植物だ。それを餌にしたソルトブッシュラムが有名だな。ビタミン E が豊富なんだそうだ。塩と植物って相性が悪いイメージしかないのにすごいわ。プロコプトドンはソルトブッシュを食べることによって大型化したんだ。だが塩辛いものを食べると喉が渇く。水が必要だわ。そうだ。そしてオーストラリアに住んでいたのは動物だけじゃない、人間がいた。水は貴重だからプロコプトドンは人間との水争いに負けて絶滅したんだ。もっともソルトブッシュ以外の植物を食べていれば絶滅を回避できたかもしれないが、水は昔から争いの元になる資源よね。ガデン飲水なんて言葉もあるくらいだし。でも主食にしているものが原因で滅ぶなんて世知辛いわ。確かにお米が食べられなくなって絶滅とか悲しいもんな。お米が食べられなくなるのは嫌ね。続いて紹介するのはファソラスクスだぜ。南アメリカに生息していて、体長は10メートル、原始的な恐竜を食べるハンターでもある。今よりも空気が薄かった三畳期、約2億5190年前から2億130万年前頃の末に絶滅したんだ。ということは次にやってくるジュラ紀の恐竜たちにやられちゃったってこと？それだったら別に残念でもなんでもないわ。そんなドラマチックな絶滅だったらここで紹介なんかしないぜ。それもそうね。ファソラスクスが絶滅したのは、おしっこのしすぎだ。止められなかったんだ奴らは。どういうこと？集団感染でもして下痢にでもなったの？そうじゃない。単純におしっこなどで体から排泄する水分量が多かったんだ。そんな笑っちゃいそうな理由で絶滅したの？幼稚園児が喜びそうね。ファソラスクスにとっては笑えないけどな。三畳期の末、気候が乾燥して水が干上がってしまったんだ。ということはおしっこをいっぱいしちゃうファソラスクスにとっては死活問題だわ。その通り。他にも多くの動物が死に絶えたし、新しい水辺を探すにも大地は広いし、おしっこは止められない。そうしてファソラスクスは絶滅してしまったんだ。まあ、単に運が悪かっただけっていう話もある。そうだとしても、体の機能が問題で絶滅って人間も他人事じゃないわ。コロナでも体の弱い人は健康な人と比べて危ないっていうしな。環境が変わった時に、その変化に適応できない生き物が、いつの時代も滅ぶのね。新学期や初出社でストレスがかかるのもしょうがないぜ。環境の変化には恐竜をも滅ぼす力があるんだからな。無理は禁物ね。続いて紹介するのはタリーモンスターだぜ。何このカタツムリと魚とマジック反動、まあ、合体させたような生き物は、宇宙人の捏造された姿じゃないの？あるいは子供が描いた魚じゃない。そう思うのも無理はないけど、実在した生き物だぜ。プリモンスプルムとも言って、古生代の海に生息していた。1955年に北アメリカのイリノイ州の石灰期後期のメゾンクリーク層で、化石が発見されている。名前はその発見者であるアマチュア化石収集家の、フランス人のフランシス・ターリーに懇命されたものだ。だからタリーの怪物って名前なのね。体長は10センチほどで、バージェス動物群の再発見以前から知られる、古生代の怪物なんだ。待って、バージェス動物群って何なの？初めて聞いたわ。カナダのブリティッシュコロンビア州にある、バージェス血岩の中から、化石として発見された動物群のことだぜ。約5億800万年前の古代カンブリア紀雨竜暗紀のものとされているんだ。通常では化石に残らないような柔らかい動物のものも残っているから、注目を受けたんだ。ターリーモンスターと同じように奇妙奇烈な動物が、いっぱい見つかった場所でもある。なるほど。生物の系譜を辿っていく上でも重要な場所なのね。そういうことだぜ。アノマロカリスやオパビニアを発見した当時は、宇宙人の化石でも見つけたんだろうか、と思ったに違いないぜ。確かにタリーモンスターに負けず劣らずヘンテコリンな生き物ね。タリーモンスターは視野が広くなるように目玉が飛び出していて、魚を捕まえやすい口の形をしている。長らく背骨がないと言われていたが、脊椎があることが判明して、ヤツメウナギの一種では？という説もある。がまだまだ謎の多い生き物だ。生きていた当時は最強のハンターだったが、いかんせん独自の進化路線を、進みすぎて、環境に適応できなくなって絶滅したらしい。確かに人間社会でも尖りすぎると受け入れてもらえずに、自然消滅したりするわね。
現存している生き物の形は、最善の形に適応していると言ってもいいからな。単純な生き物であれば適応しやすかったかもしれないが、あれだけ独特な形となると難しかっただろうな。パンクでロックに生きるのも楽じゃないわね。続いて紹介するのはケラトガウルスだぜ。新生代の新第3期、約533万年から258万年前に滅んだ生き物だ。全長は35センチほどで地中に巣穴を掘って暮らす、リスに近い仲間だぜ。月種類の中で唯一角が生えているんだ。リスっていうよりもルモットみたいね。なんかディズニーに出てきそうなデザインで可愛いわ。でもなんで角が生えているの？一説にはモテるためとされている。地中で暮らすリスは一夫多妻制で大きな群れを作っているから、この角がとても重要な働きをしていたのでは？と考えられている。他の群れを乗っ取るためのアイテム説だな。まあそのご自慢の角のせいで絶滅したんだけどな。メスの気を引くために派手になって天敵に狙われる生き物みたいね。でも角自体はオスメス関係なくあったとされているんだ。だから求愛のアピールというより、敵から身を守るためでは？という説もあるな。そうなのね。確かにメスにもあるんじゃあまりアピールにはならなかったのかしら。サイズが違った可能性はあるけどな。ケラトガウルスの場合は天敵というより、角のせいで自滅したって方が正しいぜ。確かに土の中で暮らしているんじゃ、角ってとても邪魔そうね。それだけじゃなく、角を維持するのにとてつもないエネルギーがいることも、絶滅した要因の一つだと考えられているぜ。確か飼ってるシマリスには1日に 30g ほどの餌を与える必要があるのよね。体重が90から 130g だから、角のないシマリスでも体重の4分の1から3分の1の量が必要ってことになるわ。それなのに角があるんじゃ言わずもがなね。それを考えると、角にエネルギーを取られちゃうんじゃ不利すぎるわ。その通り。必要なエネルギーが多いってことは、それだけ食事の回数を増やす必要もあるわけだから、天敵にも狙われやすくなる。モテるために自分からリスクを犯していくスタイルなのね。でも、敵から身を守るためにあったのだとしたら、皮肉な話ね。そうだな。ケラトガウルスはリスの仲間だけあって、森林地帯に好んで、生息していたんだ。けれど平地の拡大とともに、プレーリードッグのような競合相手が現れたから、そのせいなのではという説もある。食べ物の取り合いで負けたら滅ぶしかないわ。今、いろいろな理由で穀物危機が話題になってたから他人事じゃないぜ。とりあえずあの国は輸出再開したみたいだけど、どうなることやらね。まったくだぜ。ケラトガウルスも、生きるために進化してきた結果のせいで、滅ぶなんてやってられないわ。繁殖目的や身を守るためなのに、それが理由で自滅なんて本末転倒もいいとこだわ。残念にも程があるな。続いて紹介するのはメガテリウムだぜ。別名オオナマケモノ。その名の通り、ナマケモノの一種だ。現存のナマケモノと違って木には登らないけどな。すごく大きいわね。こんなに大きくてナマケモノなんじゃケラトガウルスみたいに、栄養が足りなくて滅んだのかしら。確かに地上性のナマケモノとしては最大級のもので、成長すると6から8メートル、体重は3トンにもなった生き物だ。だが、滅んだのは栄養が足りなかったからじゃない。無敵すぎたからなんだ。何その少年漫画でラスボスがやられるような理由は、さすがに意味不明すぎるわ。メガテリウムが生息していたのは、約500万年から1万年前の南アメリカ。300万年前まで南アメリカは独立した大陸だったから、外敵が全く入ってこなかったためにここまで巨大化し繁栄したと考えられている。つまりメガテリウム本体が超絶強いわけじゃなくて、メガテリウムの天敵になるような生き物がいなかったから無敵だったってわけね。そういうことだぜ。その後南北大陸がパナマ海峡で繋がってジャガーの祖先や、スミロドンといったサーベルタイガーの一種がやってきた。そこで滅んでしまったのね。いや、確かにメガテリウムの幼獣なんかは狩られたりしていたが、それでも繁栄を続けていた。そうなの？あっという間に美味しいお肉として絶滅させられちゃいそうだけど、動きもとろそうだし、実際動きはとろかったと思うぜ。なんせナマケモノだからな。でも、毛皮の下には硬い骨の板があって、ちょっと噛まれたくらいじゃ倒すには足りなかったんだ。逆に噛みついた方の歯が偉いことになりそうね。じゃあなんで滅んだの？隕石でも降ったのかしら。はっきりとしたことは不明だが、人間に滅ぼされたって説が有力だぜ。人間が？どういうこと？大陸が繋がってやってきたのはジャガーなどの、肉食動物だけじゃなかったんだ。人間も新天地を求めてやってきたのね。その通り。人間に鋭い牙や爪はないが、集団で動き武器を作成使用する知能が備わっている。大きくても動きのとろいメガテリウムはひとたまりもなかっただろうな。いくら骨が硬くても、次から次に新しい武器で応戦されたんじゃひとたまりもないわ。人間は集団でマンモスを飼っていたんだから、メガテリウムだって集団でやっつけちゃうわね。
木に登る習性があれば今でも生きてた可能性はあるけど、こればっかりはしょうがないな。そうね。たらればを言ってもしょうがないわ。最後に紹介するのはイクチオステガだ。ずんぐりむっくりしてて可愛いわね。イクチオステガは約3億6700万年から3億6250万年前、いわゆるデボン紀後期のグリーンランドに生息していた原始的四肢生物だ。もっとも当時のグリーンランドは赤道直下付近に位置していたと考えられているけどな。だいぶ暖かいところに住んでいたのね。どうして滅んじゃったの？闇雲に上陸したからだぜ。闇雲に上陸ってことは、元は水中で暮らしていたの？卵から幼体の時は水中で暮らし、成体になると陸と水中を行き来したと考えられている。この幼体から成体に変わった時の体が、なんというか生きるのに適していなかったんだ。急に人間みたいなことを言い出したわ。イクチオステガは葵のような鎧風の肋骨を持つ魚用の生き物という、命名意図がある名前の通り、肋骨がものすごいゴツゴツしているんだ。これは浮力のない陸上生活に適応するための変化とされているが、そのせいで体が重くなり、魚のように左右に体を動かして泳ぐことができなくなった。もう水中生活には戻れなくなっちゃったのね。実際は体を冷やすために水中に入ったりしていたらしいけどな。で、陸に上がったら上がったぜ。別に足が速いとかそういうわけでもなかったんだ。後ろ足が前足より小さくて、後ろ足だけで立つこともできなかったみたいだし。それは悲しすぎるわね。確かに生きるのに適してないって言葉がしっくりくるわ。陸では虫なんかを食べていたそうだが、当時の虫はそこまで大きくなかったし、陸にそこまで生き物もいなかったから、上陸は失敗。結果滅んだというわけだ。変化する時期を間違えたってことね。円安の時に海外旅行に行くようなもんだな。それよりさらにひどいわよ。せめて虫がもうちょっと巨大化した時に上がっていれば結果は違ったかもね。それに関しては同感だな。だが進化というのは変化した結果、その環境に適応できたものが、生き残る結果論であって、環境に合わせて進化していくものじゃないからな。それができれば滅んでない生物もきっと多いわね。そうだな。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢よ。霊夢、なんだかご機嫌だな。この前、動物園に行ってきたの。どんな動物を見てきたんだ？アジアゾウでしょ。それからジャイアントパンダ、シロサイにはオキツネザル。みんなとっても可愛かったわ。どれも2021年の絶滅危惧種に指定されている動物ばかりだな。絶滅危惧種？この世から、いなくなってしまうかもしれないの？こうやって動物たちが絶滅するのは、みんな人間のせいなの？確かにこれまで、人間の乱獲や環境を変えたために、絶滅した生き物はたくさんいるが、地球に生物が生まれたおよそ45年前から、誕生と絶滅、進化が繰り返されてきたんだ。人間が誕生する前からってことね。どうして生き物は絶滅してしまうの？絶滅の理由で圧倒的に多いのは、隕石が落ちてきたとか、すごく寒くなる、反対に暑くなるなど地球環境の変化だぜ。あとはライバルの出現で、餌や住むところを奪われて絶滅が起きることもあるぞ。そう考えると、古代の生物たちは、今よりも過酷な状況だったかもしれないわね。よし、今回は絶滅した古代生物を紹介するのはどうだ？恐竜とか？そうだな。ちょっと残念な理由で絶滅した古代生物を集めることにしよう。残念な理由？面白そうね。かなりユニークな姿をした生物も出てくるから、最後まで楽しんでってくれよな。早速、始めるとするか。あ、その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると嬉しいわ。よろしくお願いします。それじゃゆっくりしていってね。最初に紹介するのはニッポテミスだ。ニッポテミス？聞いたことがないわ。ニッポテミスとは日本の石という意味で、日本で最初に発見されたから、この名前がついたんだぜ。石？ここは、生物系チャンネルよ。石といっても化石のことだ。日本の名がついている古代生物の化石だから、日本古生物学会のシンボルマークにもなっているぜ。一体どんな姿なの？早く見せて。これがニッポテミスだ。今から、およそ7000万年前の中生代白亜後期の、日本列島カムチャツカなどの水深約200メートルまでの海域に生息してたんだ。その姿から異常巻きアンモナイトとも呼ばれているぜ。ほんとその通りからがぐちゃぐちゃ絡んでる。なんだか、アンモナイトに似てる気がするけど。霊夢、鋭いな。実は、殻の巻き方が違うだけで、体の作りはアンモナイトと同じ等足類の仲間なんだ。確か、イカやタコも等足類よね。そうだな。アンモナイトは、古生代シルル紀末期から中生代白亜紀末までの、およそ3億5000万年もの間を、海洋に広く分布し繁栄した生物だ。多くの種が平らな巻貝のような形をした殻を持っているのが特徴なのに対し、ニッポテミスは、貝の螺旋がほどけたような形態をしていて、
白亜紀末のわずかの間だけ生息していたんだぜ。アンモナイトも白亜紀末に絶滅したのよね。そうなんだ。直接的な絶滅理由は、約6600万年前に起こった、小惑星の地球衝突だったと言われているぜ。その衝突で、放出されたススが大気中に広まり、太陽光が減少し、水温の低下や光合成ができない状況になって絶滅したんだ。しかし、アンモナイトは白亜紀に入ってから、すでに減少し始めてたとも言われているぜ。小惑星の地球衝突以前から、減り始めてたってことね。そうなんだ。ニッポテニスは進化や繁栄に行き詰まりを見せたアンモナイトの奇形だと考えられていたんだが、別個体が発見され、どれも殻が周期的に U ターンを繰り返すことや、従来のアンモナイトの形質が同じであったことから、奇形説が否定されたんだ。異常じゃなくてちゃんと巻き方があったのね。環境に適応して進化した例ではないかとか、より海中を浮遊するのに適した形状ではないかと、いろいろな説があるが、まだまだ謎が多いんだ。この複雑な殻の形は生きるのには有利ではなく、絶滅の原因の一つだったようだぜ。全くもって、謎の進化を遂げたニッポテニス。迷走してた感は否定できないわ。次に紹介するのは大津の時価だぜ。200万年から7700年前の、新生代第3期から第4期間新生に、ユーラシア大陸北部に生息していた大型の鹿で、特にアイルランドの泥炭地帯から多数化石が発見されているぜ。そのため、かつてはアイルランド大津の鹿などとも呼ばれているが、正式な俗名は巨大な角を意味するメガロケロスというんだぜ。なんだか神話の世界に出てくるような、かっこいい名前だわ。200万年前って言うとどんな時代なのかしら？徐々に寒冷化してゆき、南極大陸に氷床が発達すると氷河時代に入る頃だぜ。マンモスやサーベルタイガーもこの時代の動物なんだ。大津の鹿は氷河周辺の草地や樹木のまばらに生えている林などで、植物を食べて暮らしていたようだぞ。どんな理由で絶滅したの？角に栄養を使いすぎて絶滅したぜ。やばい、角がでかすぎる。その名の通り横幅は最大 3.6 メートル以上、重量は 50kg を超える巨大な角を持っているぜ。この角を支えるために、首筋から肩にかけての筋肉は、かなり発達しているんだ。3.6 メートルって、いくらなんでも大きすぎじゃない？いくら筋肉が発達してたと言っても、これじゃ、お辞儀したら前に倒れちゃうわよ。倒れても不思議じゃないよな。ちなみに軽トラックの長さは約 3.4 メートルだそうだ。こんなのを2本つけて、地面の草を食べたり、水を飲むのは苦用だろうな。なぜこんなに大きくする必要があったのかしら？やっぱりメスにアピールするため？そうだぜ。現在の鹿たちと同じように、繁殖期メスにアピールしたり、オス同士の戦いに使われていたんだ。動物園で鹿のバトルを見たことあるけど、とっても力強かったわよ。大津の鹿が、角を突き合わせて押し合う姿は、きっと何百倍もすごいでしょうね。想像するだけで、ドキドキするわ。きっと大迫力だぜ。体もかなり大きくて、最大のもので、地面から肩までの高さが約 2.3 メートル、体長 3.1 メートル、体重 700kg に達した個体もいる。肩までの高さが 2.3 メートル？サッカーゴールの高さが 2.4 メートルくらいだから、相当、大きいわ。この体型を維持するには、たくさんの植物を食べなければならないわね。そうだな。ただでさえ、大量な植物を食べなきゃならないのに、毎年生え変わるこの角に栄養を取られるから、さらに食料を確保しなければならないぜ。え？毎年生え変わるの？ああ、あれだけ巨大に成長するには大量のカルシウムやリンを消費するんだぜ。しかし、不運なことに更新成後期に向かうにつれて、森林がどんどん減少したんだ。食べるものが足りなくなってしまったの？そうなんだ。十分に栄養補給できなくなり、骨がスカスカになって滅んだと言われているぜ。別の説もあるけどな。もしかして、人間が関係してるのかしら？テレビ番組で、旧石器時代の壁画に鹿が描かれていたのを見た気がするわ。正解だ。人間の乱獲が原因で、ナウマンゾウやマンモスなどの大型生物層が滅んだという説が有力とされつつあるようだ。それが本当なら、とても残念ね。ところで大津の鹿の子孫は、大きいだけにヘラ鹿なの？ヘラ鹿も大型の角を持つが、血筋は遠いようだ。近年の調査によって、遺伝子的には比較的アカシカに近く、ダマジカとは姉妹系統であるが判明している。バンビちゃんのご先祖様だったのね。そして今度はディメトロドンを紹介するぞ。ディ、メロンドン？もう一回教えて。ディメトロドン、二種類の歯という意味だ。約2億9500万から2億7200万年前のペルム紀前期の北アメリカに生息していた。全長3メートルほどで、その当時では最大の肉食探求類だ。探求類って、初めて聞くわ。探求類は、頭の骨を見ると目のくぼみのすぐ後ろに穴が一つだけ開いている。これが探求類の特徴だ。
この穴が2つなら早球類、穴が開いていないなら無球類と分類できるんだ。穴が1つで、単球類ね。穴が1つの単球類は、大雑把に分けると哺乳類に含まれるグループだが、ディメトロドンは哺乳類型爬虫類と呼ばれている。哺乳類と爬虫類の中間と思えばいいかしら？そういうことだな。これがディメトロドンだ。背中に大きな穂があるイグアナって感じね。見た目からは哺乳類の要素は、感じないけど。哺乳類との共通点は、名前の由来になっている2種類の歯だ。ディメトロドンは、突き刺す用途の歯と肉を切り裂く用途の歯という、異なった用途の2種類の歯を持ち、捕らえたいものを効率的に咀嚼していたと考えられているぜ。この形状は、哺乳類に受け継がれていったんだ。私たちの犬歯や舌歯は、ディメトロドン由来だなんて、なんだか不思議だわ。歯のことも興味深いけど、やっぱり、大きな穂のことが気になるわ。この穂は長く伸びた脊椎の間に、血管の通った皮膜が貼られていたようだ。皮膜といっても、薄く柔らかいものではなく、部分的に角質の鞘で覆われていた痕跡が残っていたことから、牛の角みたいにカチッとした硬いものだったというぜ。硬くてしっかりした穂だったのね。恐竜みたいで、古代生物らしい姿だわ。素敵。だが実は、このディアメトロンは、この大きな穂が邪魔になって絶滅したんだぜ。え？絶滅の原因になるほど邪魔なのに、なんでつけてたの？霊夢、生息地の北アメリカってどんな気候だと思う？北アメリカ。カナダとかアラスカよね。寒そうね。そうだ。カナダやアラスカの北極海沿岸は年中低温の寒帯気候だ。しかも、生息していたペルム紀前期は、前の時代の氷河が残っていて、気温がかなり低かったと考えられているぜ。だから、穂の用途として、ディスプレイだとかバランスを保つためといった説があるが、体温調節の役割が大きかったと思うぜ。もしかして、太陽光パネルのように使っていたの？今のところ、その説が有力だ。1973年、英国レディング大学で、ディメトロドンの体重を 250kg と仮定した場合の、穂の有無による体温の変化を試算したんだ。その結果、体温が26度から32度まで上昇するのに必要な時間は、穂のない場合に205分を要したのに対し、ある場合は80分まで短縮されたそうだ。2時間近くも短縮できるなんて、すごいわ。この穂のおかげで、朝早い時間から活発に動けるディメトロドンは、体温が上がらず動きの鈍い獲物を捕まえて食べていたと考えられているぜ。しかし、ペルム紀後期になるにつれ気温が上昇していくと、獲物にしていた動物たちが活発に動けるようになっていったんだ。ということは、食べ物を捕まえにくくなってしまったのね。暖かくなってくると、植物も成長してくるだろうし。そうなんだ。相手も早く動くし、植物は邪魔だし、大きな穂のせいで小回りが効かないディメトロドンは、どんどん捕食できなくなっていったんだ。それで絶滅ってわけね。折りたためるように進化できれば、よかったのに。次はアルゲンタビスを紹介するぜ。アルゲンタビスは、900万年前から680万年前に生息していたと考えられている鳥類の古生物なんだ。アルゼンチン中央部と北西部で状態の良い化石が発見されたぜ。このことから、名前にアルゼンチンの鳥という意味があるんだ。アルゼンチン、南アメリカの国ね。この鳥、翼がとても大きいわ。体も普通の鳥より大きいのかしら？ああ、空を飛ぶ鳥類としては史上最重量級と言われているぜ。その大きさは、体重80キロ、地面に立った背丈は 1.8 メートル、くちばしから尾羽の先端までの全長は 3.5 メートル、翼を広げると 7.2 メートルにもなるんだぜ。体重80キロ、身長 1.8 メートルの大きさじゃ、いくら翼が大きくても飛ぶのは難しいんじゃない？ああ、現在、自力で空を飛べるのはせいぜい体重16キロ程度と言われているぜ。例外で、白鳥のように20キロ超える大型の鳥もいるがな。じゃ、アルゲンタビスは一体どうやって空を飛んだの？本当は、ペンギンのように地上を歩いていたんじゃない？確かに、丈夫で強靭な足と容易に歩行できる巨大な足を持っていたが、地上には、強鳥類と呼ばれる肉食鳥類が闊歩していて、地上の活動は極力避けてたと見られているぜ。だから、敵の少ない空から食料を確保するために、暖かい地面からアンデス山脈に向かって、空へと吹き上げる上昇気流を利用して飛行してたらしいぞ。なるほどね。それで体が重くても空を飛べたのね。どんな風に狩りをしてたのか教えてー。アルゲンタビスの頭の骨の研究によると、狩りは上手ではなかったと言われていて、誰かの残り物を食べたり、空から体格と翼を使って、地上の捕食動物を脅して獲物を奪った可能性があるぜ。足やくちばしが大きいから、コンドルやタカのように狩りも上手そうなのに、そう推測してる説もあるぜ。くちばしは巨大で細長く、先端は鍵状になっており、大きく開口できるんだ。だから、空高くから急降下し着地することなく、獲物をくちばしで掴んで、
飲み込むことができたという見方もあるぜ。空中で、獲物丸飲み？誰かの食べ物をかすめ取るより、何倍もロマンを感じるわね。そんな大迫力のアルゲンタビスだが、上昇気流が弱まり、空を飛べず、食べ物を探せなくなってしまったため絶滅してしまったんだ。なぜ、上昇気流が弱まってしまったの？約300万年前の新第三紀後期になると、北半球で大陸氷河が発達し始めたぜ。第四紀の氷河時代になると気候はさらに寒冷になっていき、上昇気流が吹かなくなってしまったんだ。風が吹かなくなって、絶滅なんて残念ね。風が吹くのをじっと待ってたアルゲンタビスを思うと、切ないわ。次に紹介するのはマストドンサウルスだ。ワニの祖先かしら？よく見ると鼻のあたりに飛び出してるのは何？下顎の先端に長い牙が伸びていて、上顎の穴から突き出ているぜ。名前は、この歯が由来になっていて、乳房を思わせる円錐形の歯という意味でマストドンサウルスだ。面白い名前ね。サウルスということは、爬虫類なの？いや、生まれた時はエラ呼吸で、大人になると陸で肺呼吸をする両生類なんだ。マストドンサウルスの化石が発掘された当初は、研究不足から恐竜だと考えられてたため、サウルスとついてしまったんだ。変えずにそのまま残ってしまったのね。いつ頃、生息していた生物なの？約2億から4500万1億9960万年前の三畳後期に、北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中国の各大陸部と日本列島と非常に広い範囲の湖や沼で暮らしていたぜ。全長は最大で6メートルあり、体は平べったく、手足は小さく頑丈で短い尾を持っていて、大きな顔が特徴だ。ほんと、顔が大きくて体がとても小さく見えるわ。全体の4分の1を顔が占めていて 1.4 メートルほどあるんだ。なんだか、歩くのが大変そうね。そうだな。食べ物は、水中で魚を取って食べたり、水辺で爬虫類を待ち伏せして捕獲していたようだし、この体型に加えて、乾燥に弱くて水から離れられなかったんだ。ひょっとして絶滅の理由は水に関係してたりして。霊夢、今日はなんだか冴えてるな。まさに、その通りだ。乾季になってしまい、湖や沼が干上がって絶滅したんだ。わずかな水たまりに集まって団子状態になって大量死したと見られる痕跡が発見されてるぜ。わぁ、壮絶な最後ね。続いて紹介するのはプラティベロドンだぜ。約2500万年前の新第三紀中新世前期から後期に、北アメリカ大陸やアフリカ大陸、アジアの中部などに生息していた哺乳類だ。カバ？サイ？ゾウ？なんこれ？超微目に分類される古代ゾウの仲間で、現在のゾウと同様に陸上生活に適していたことがわかっているぜ。大きさは、全長4から6メートルで、体重は4トンほどあるんだ。大体アフリカゾウと同じくらいの大きさだな。ええー。言われてみればゾウと似てるけど、口の形が特徴的よね。ゾウの仲間は体が大きくなるにつれて、上唇と鼻が合体して長く伸びていき、しゃがまずに水が飲めるようになったんだ。しかし、プラティベロドンは鼻だけじゃなく、伸びた下顎の先に出っ歯のような牙がついているほか、口の前には鋭い歯、口の奥には食べ物をすりつぶすための平らな方歯があったんだぜ。穴を掘るときに使うシャベルみたいな形ね。まさにシャベルのように、水辺で水草をすくい取ったり、草原では草の根を掘って食べたり、森では、木の枝を切ったり木の皮を剥がして食べるのに使っていたんだ。とっても、便利な道具だったのね。まあ、便利だったかもしれないが、横に大きく広がった下顎はかなりの重量で、食事のための様々な動作はかなりの重労働だったようだぜ。その大きさで、対象物を見るのも苦労してたかもしれないしな。確かに、顎が重たいと、食べ物を噛んで飲み込むだけでも大変よね。それが原因で、プラティベロドンは絶滅したと言われているぜ。へ？それって？食事するのに精一杯で、子孫を残すどころじゃなかったってことだ。残念。霊夢、残念な理由で絶滅した古代生物をたくさん紹介したけど、どうだった？生き残るって難しいことなんだなって思ったわ。その時に順調に暮らしていても、環境変化に適応できないと絶滅してしまうのね。そうだな。自然の力の前では、生き物は無力だよな。それから、今日の内容が化石を調べて分かったということも興味深いわ。化石を見て、当時の生物たちに思いを馳せるのもいいかもしれないな。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は見た目が奇形で面白い古代生物について話をしていくぜ。ぷ、おいおい、私の顔を見て笑うなよ、霊夢。おっと失礼、面白い見た目の古代生物って言うから。私は古代生物じゃないぜ。そんなに怒らないでよ、マリサ。それにしても、見た目が面白いってどんな生物が出てくるんだろう？今ではなかなか考えにくい見た目をしている生物がたくさん出てくるから、最後まで笑いながら楽しめると思うぜ。笑ったら即終了ね。それじゃあ一瞬で終わってしまうだろ。
せっかく紹介するんだから、思いっきり笑ってくれよな。オッケーよ、マリサさん。それじゃあ早速。おっと、その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まずはヒペロダペドンについて話をしていくぜ。あはは、何この子、めっちゃ出っ歯なんだけど。体もずんぐりむっくりしていて面白いけど可愛い。早速笑ったな。ヒペロダペドンはカーニアン海という、三畳紀後期に生息していたリンコサウルス類の属の一つだぜ。ヒペロダペドンも、リンコサウルスも、名前がなんとなく可愛い。ヒペロダペドンはニュージーランドの原生の昔トカゲと近縁だと考えられていたが、それは単なる見かけ上で、今ではリンコサウルス類という独自の分類にされているぜ。トカゲの仲間だと思われていたのか。こいつはいくつかの種が知られていて、三畳紀には大陸が結合してパンゲア大陸を形成していたために、世界各地で発見されているみたいだな。どんなところで発見されているのかしら？アルゼンチン、ブラジル、インド、スコットランドで様々な種の化石が確認されているぜ。カナダ、アメリカ、ワイオミング州でもヒペロダペドンと見られる化石が確認されているようだ。へえ、やっぱり世界各地で見つけられているんだね。まああとは、乾燥した地域に生息したと言われているな。全長は2メートルほどと言われているぜ。へえ、こんなにユーモラスな見た目をしているのに、意外とでかいわね。そう、意外とでかいから見た目の奇妙さが増すと思うぜ。ねえマリサ、やっぱり私、この子の歯にどうしても目が行ってしまうんだけど。この子の歯、どうしちゃったの？ははは、まあ気になるよな。でも、前に出ている大きな歯はもちろん気になるが、大きな歯が上顎の両側に数列、下顎には両側に1列生えているんだぜ。あ、そんなにたくさんの歯があるのね。なんでこんな歯になったんだろう？ヒペロダペドンは植物食の爬虫類だったんだ。上顎と下顎の先端には湾曲した歯のような骨質の突起があって、これで植物の歯をついばんでいたぜ。ほうほう。その奥にある鏡子ですりつぶして食べたと言われているんだ。なるほどねー。それでこのような歯に進化したんだね。噛む力はかなり強かったんだろうな。こいつは主にシダッシ類を食べていたと考えられているぜ。それはまた、なんとも硬そうなものを食べていたわねー。もしこの子に遭遇したら、インパクトの強い歯を触ってみたくなっちゃうよ。そしたら間違いなく、霊夢はその歯に食われるだろうな。それはちょっと嫌かも。まあもちろん古代生物で今はいないから、安心してくれ。こうやって想像を広げていく楽しさは、古代生物ならではだと思うよ。次に紹介するのはプラティベロドンだぜ。うわぁ、何この花。うん？でもよく見ると長いのは花だけじゃない？そう、よく見ると顎も長いんだぜ。霊夢、花が長い動物って言ったら何を思い浮かべる？そりゃあもちろん、ゾウさんね。そうだよな。実はこいつはゾウの仲間なんだ。アフリカ、ユーラシア大陸、北アメリカに生息し、中新世後期に絶滅したぜ。あ、ゾウさんの仲間なんだね。それにしても、花もだけどそれ以上に顎が長いのがめっちゃ気になるよ。こいつは体が大きくなると同時に、上唇と鼻が合体して長く伸びていったそうだ。これで、大きな体でもしゃがまずに水が飲めるようになったらしいぜ。おお、素晴らしい進化じゃない。何回も言うけど、プラティベロドンは鼻だけでなく下顎も伸びているよね。その先に出っ歯のような牙がついているのも面白い。この平たいスコップみたいな歯で、草の根を掘ったり、木の枝を切ったり、木の皮を剥がしたりして食べていたらしいぜ。ほえー、器用なんだね。でも大変そう。ああ、ただでさえ頭が大きいのに、こんなんで土を掘るとか、もはや苦労だよな。顎にダンベル引っ掛けて食事する感じかしらね。想像しただけで笑っちゃう。なんと、こいつは生きていくために体が進化したが、結果その進化によって絶滅してしまったんだぜ。え、どういうこと？植物を食べることに特化しているはずだから、食べ物に困ることはないよね？さっきも言った通り、体がかなり重いから、食事するだけで疲れ果てて、子孫を残せず消えてしまったそうだ。え、意味がわからないんだけど。とりあえず、おバカなの？そんなこと言うなよ。そうね。きっと繁栄しようと頑張ったんでしょうね。水草を食べるときは、水の浮力で顎を動かすのは楽だったようだが、時代が経つにつれて地球環境は乾燥していってしまう。するとどうなると思う？川の水が干上がったり、水草などの植物が枯れてしまうかもしれない。そうだよな、水草を食べることが難しくなるんだぜ。そこでプラティベロドンは陸上の樹皮を取って食べようとするんだ。だからさっき樹皮を食べるって言っていたんだね。そうだ、しかし、ここで問題が起きる。何度も言うが、下顎が重すぎて、食事をするだけで疲れてしまったようだな。なるほどねー。顎の影響っていうのも間違ってはいないけど、正確には地球環境に体がついていけなくなったんだね。
ちなみに今の象は鼻だけが長く、上の前歯が2本の牙になっているけど、かつては下の前歯も牙になって4本の牙がある象の仲間もいたらしいぜ。牙が4本もある象さん。ちょっと不気味ね。それにしても生物の進化って、改めてすごいなって思うよ。次に紹介するのはグリプトドンだぜ。あらー、丸々としていて可愛らしいわね。チョコボールみたい。チョコボールはどうかと思うぜ。グリプトドンとは、新生代第4紀後新生に南アメリカ大陸で最も繁栄した遺跡上目という、かつての品種目飛行目の一族だぜ。なんか、見た目はアルマジロに似ている気がするわ。皮膚の鱗とか、そっくりだよな。こいつはこう見えて、哺乳類なんだぜ。学名の意味は、彫刻された歯という。この子、哺乳類なんだ。でもまあ、彫刻なんて表現されるってことはやっぱり周りの鱗のインパクトは強いわよね。ちなみに、和名も、長子獣というそうだが、長子獣には生涯歯が伸び続ける、という特徴があるみたいだな。歯が伸び続ける？想像するとちょっと面白いけど、それはなんだか大変そうだね。初期のグリプトドンは小型だったが、中新生の頃には1から 1.5 メートル、後新生では3メートルのものも現れたぜ。今いるアルマジロは75から100センチくらいだよね。そう考えるとアルマジロとは全然違うなぁ。外敵に襲われた際は、頑強な殻を使って身を守っていたらしいぜ。へぇ、じゃあアルマジロみたいに体を丸めていたりしたのかしら？いや、現在のアルマジロとは違って、体を丸まることはできなかったみたいだな。亀のように手足を引っ込めて相手が諦めるのをひたすら待つというスタイルをとっていたぜ。なんて辛抱強い子なのかしら。けなげな姿が愛らしく見えてきたよ。霊夢は進化論って知っているか？もちろん知っているよ。ダーウィンが唱えたものだよね。めっちゃ有名だと思うよ。その進化論で有名なダーウィンが最初に化石を発見したと言われているが、これは誤りなんだ。実際はキュビエという人が1823年に発行した本の中で初めてこいつのことを話しているんだぜ。へえ、じゃあダーウィンが唱えたっていうのは間違いなんだね。ただこの時は、バカでかい大腿骨が見つかったという記述があるだけだったんだ。グリプトドンの名前は影も形もなかったってことね。そもそもこの化石は尻尾の一部だったんだぜ。見つかった時のことは分かったけど、グリプトドンの名前はいつ頃決まったの？最初は巨大な怠け者として有名なメガテリウムの一種と考えられていたんだが、その後頑強な甲羅が発見され、840年頃にようやく、グリプトドンの名前が決まったんだぜ。へえ、まあ甲羅はグリプトドンのトレードマークとも言えるもんね。この子はもう絶滅していると思うけど、どうして絶滅してしまったのかしら。霊夢も言った通り、グリプトドンの甲羅が特徴的なのは分かってもらえたかと思うんだが、それを盾として使うために、人間に乱獲されたから絶滅したと考えられているぜ。そんな、人間が思うがまま乱獲しちゃったんだね。人間が原因で生物が絶滅してしまうのは残念なことだと思うわ。最近の研究では気候変動が原因と言われることもあるようだが、まあ結局、環境の問題にせよ、乱獲にせよ、人間の責任は大きいと思うよな。そうね、これ以上生物が滅びてしまうことがないよう、環境に負担をかけない生活を心がけていきたいわね。次に紹介するのはシャロビクテリクスだぜ。何これ、ちょっと気持ち悪いんだけど、後ろの長いものは、足？手？翼？よくわかんない形をしているね。シャロビクテリクスは、三畳紀中期から後期に現れた爬虫類で、後足に貼られた皮膜で滑空ができたそうだぜ。あ、後ろの長いものは後足なんだね。滑空する爬虫類としては最も初期のものの一つだ。かつては別名のポッドプテリクスとして知られていたようだぜ。ちなみにポッドプテリクスは足の翼という意味なんだ。足の翼、なんだかかっこいいね。全長は約20センチで、極めて長い尾を持っているぜ。あら、意外と小さめサイズなのね。ねえマリサ、この子はよく言うとは違う種類なの？ああ、分類は近いが、よく言うとは違うぜ。最初は古美術家のデイビッド・ピーターズという人が、シャロビプテリクスとよく言うとの関連性を主張したんだ。ほうほう。しかし、古生物学者ダレン・ナイシュにより彼の研究内容は全般的に不正確な可能性が高いと反論されているぜ。ふーん、そうなんだ。私もよく言うに似ているなって思ってたけどね。こいつの主な皮膜はごく短い前足ではなく、長い後脚に貼られていたからな。そっか。そこがよく言うとは違うんだね。2006年、大工という人たちの論文が発表され、シャロビプテリクスがどのように滑空していたかの研究結果がわかったぜ。ほうほう、それはどのようなものだったのかしら？著者たちの見解によると、皮膜は長い後脚等の間に貼られていて、シャロビプテリクスはデルタ翼の飛行機のように滑空していたそうだ。なるほど、じゃあもし小さな前足にも皮膜があったら、線尾翼のように働いていただろうね。
そうだな。ピッチ方向の安定性を高めるのに効果的だったと思うぜ。船尾翼がなかった場合はどうなっていたんだろう？制御された滑空は極めて難しかっただろうな。すでに見つかっている化石において前足の付近は状態が悪く、被膜の痕跡は発見されていないそうだ。ふーん。なんかよくわからないけど、とりあえず見た目とか骨格とか、すべてが気持ち悪いわね。こういう悪魔とかいそうじゃない？確かにいそうだな。でもあんまりいじめないでやってくれよな。あはは、ごめんなさい。次に紹介するのはプテロダウストロだぜ。わあ、口がすごく長いんだけど、カモの端にも、ペリカンにも見える気がする？この子は鳥さんなのかしら？確かに、見た目だけ見ると、鳥類にも見えるが、プテロダウストロは、鳥類ではなく、翼竜だ。翼竜目プテロダウストロ科だぜ。へえ、プテロダウストロ。もしかしてプテラノドンの仲間？そう、よく気がついたな。プテロダウストロはプテラノドンの仲間なんだぜ。まあそう言っても、プテロダウストロの方がプテラノドンよりも先に生息していたらしいけどな。そうなんだ。じゃあもしかしたらプテロダウストロの進化系がプテラノドンなのかもしれないわね。プテロダウストロは白亜紀前期に生息していた翼竜の一種だぜ。名前には、南の翼という意味があるらしい。南の方に生息していたの？いつ頃生息していたのかしら。約1億4000万年から1億2500万年前と言われているぜ。最初の化石が発見されたのは、1970年のアルゼンチンで、他にもチリなどからも発見されているようだ。1970年か。まだ発見から日が浅いから、今後他の場所からも発見されるかもしれないね。プテロダウストロは、翼を広げた状態での長さが約 1.3 メートル、体重は約 8kg と小型の翼竜だったと言われているぜ。想像したより小さかった。1.3 メートルというと、小学校中学年くらいの身長と一緒じゃない。恐竜にしてはかなり小さいわよね。そうだな。重さに至っては、1歳の人間の赤ちゃんと同じくらいだな。赤ちゃんと一緒。かなり小さく見えてきたわ。ちなみに、さっき仲間と紹介したプテラノドンは翼回長約9メートル、体重約 25kg だぜ。わぁ、プテラノドンの方が大きいとはいえ、プテラノドンと比べてもかなり小さかったんだなって思うわ。ただ、頭骨は長く、1.3 メートルの体に対して 23.5 センチもあったんだぜ。え、でかくない。バランスがおかしいような。あ、もしかしてこれはあのくちばしの影響かしら？くちばしについてはまた後で詳しく話すぜ。先にプテロダウストロの名前の由来について少し話そう。さっき、南の翼って意味があるって言ってたよね。そうだ、プテロが翼、アウストロが南の、という意味があるんだぜ。いや、そのまんますぎてなんだか拍子抜けだわ。ただ、ちょっと面白いのが、プテロがギリシャ語に対して、アウストロはラテン語なんだ。じゃあ別々の言語がくっついてできた名前ってこと？別々の言語がくっついて名前になっている翼竜はなかなかいないと思うよ。そういう意味では珍しいわね。そしてプテロダウストロはろ過食をしていたと考えられているぜ。ろ過食？あまり聞いたことない言葉なんだけど、どういう意味なのかしら。ろ過食とは、水中でプランクトン類をろ過して食べ、栄養を取る食形態だぜ。あ、わかった。もしかしてフラミンゴと一緒じゃない？そうだぜ、さすが霊夢、よく知っているな。こいつは浅瀬でくちばしを使って水をすくい、その水をろ過し、水中のプランクトンなどの小さい生物のみを口の中に残していたんだ。うんうん。そして上顎にある小さな歯で噛み砕いて食べていたらしいぜ。それはとても効率が良さそうね。このくちばしを持っている理由がわかる気がするわ。ねえマリサ、翼竜はみんなろ過食を餌にしていたの？いや、翼竜全体で言えば、魚などを捕食していた魚食性の方が多いだろうな。あ、そういえばプテラノドンは肉食恐竜で有名だったね。プテロダウストロは体が小さかったし、魚よりもプランクトンなどを狙った方が効率的だったのかもしれないわね。よし、プテロダウストロについてある程度わかってもらえたと思うので、最大の特徴の、くちばしについて話していくぜ。わーい、楽しみだよ。まず、形からちょっと変わっているわよね。ああ、プテロダウストロのくちばしは、反り端主義のように上に大きく湾曲するという変わった形状をしていたぜ。確かに。反り端主義に似ている気がする。そしてこの長いくちばしの中にはめっちゃ多くの、細長い針のような歯が敷き詰められていたんだ。その数はなんと1000本以上だったと言われているぜ。1000本も？じゃあもう、魚食べたらよかったのにって思うのは私だけ？実はプテロダウストロの歯は、一本一本が長く柔らかかったんだ。歯ブラシみたいな感じをイメージしてくれ。なるほど、じゃあ物を噛み砕いたりすることはできなかったんだね。くちばしがろ過装置のような役割になっていた翼竜なんて、なかなかいないと思うよ。名前の由来もそうだが、プテロダウストロは本当に特徴が多い翼竜だったことがわかると思うぜ。
いろいろな特徴があって面白いね。最初はあのくちばしにばかり目が行ってしまったけど、歯も面白い特徴を持っていることがわかったよ。最後に紹介するのはロンギスクアマだぜ。ちょっとマリサ。この子背中に何か刺さってるわよ。これはまずいんじゃない？いやいや、刺さってて怪我をしているわけじゃないぜ。ほ。それならいいんだけど、なんだか痛そうだわ。ロンギスクアマは今から約2億3500万年前の三畳紀に生息していた肉食の爬虫類だ。ロンギスクアマは、長い鱗という意味なんだぜ。ほうほう、羽のような背中の突起が由来なんだね。大きさはどのくらいなの？体長は15から20センチ、体重は不明だぜ。不明っていうのがかえって恐竜へのロマンを感じるわね。化石はアジアで発見されているようだ。特徴的な背中の突起は鳥の羽と同じような構造で、木の枝などから飛び降りる際にパラシュートのように減速する役割をしていたと考えられているぜ。へえ、パラシュートみたいになるのはなんだかかっこいいし、見てみたいわね。鳥の羽みたいになるってことは、鳥さんの仲間なの？まあこの突起のこともあって鳥の先祖ではないか、という説もあったが、今のところその説は否定されているようだぜ。わからない、謎なことが多いんだね。ある研究者は、この構造物は長く変形した鱗だと言ったんだ。滑空用皮膜のように左右対になって体幹の側方に取り付けられていたと考えていたようだぜ。ふむふむ。研究者たちはトビトカゲやクエネオサウルスなどの滑空爬虫類と同様の皮膜を作るようにこれらの羽飾りを配置した復元図を発表したんだ。ここで、滑空か、少なくともパラシュート効果をしていたと言ったんだろうね。ああ、しかしこの復元は今日では不正確だと考えられているが、まあ今でもネット上とかではそういう説も見られるようだ。わからないことが多いからこそ、情報に惑わされちゃいけないね。ロンギスクアマは、その単一の不完全な化石標本で判断するために、クエネオサウルスやイカロサウルスのような三畳紀の他の小さなトビトカゲとも関係したようだ。何か違いはわかったの？これらの爬虫類は平らな腸のような皮膚の輪を持っていたが、ロンギスクアマはその椎骨から突き出た薄くて狭いプルームを持っていたということだな。ほうほう。もちろん、ロンギスクアマのフリルが本物の羽だというだけで止まったように見えるという科学者もいたんだ。だが、少数の古生物学者がこの類似点をつかみ、ロンギスクアマが鳥の祖先だった可能性があることを提案したぜ。分類は難しいねー。いろいろな話し合いや揉め事もあったようだが、現在は鳥は羽毛のある獣脚類恐竜から進化したという理論が唱えられていて、比較的問題なさそうらしいぜ。何はともあれ、わからないことだらけだと思うからこれからの研究に期待したいわね。ということで今回の動画は以上だぜ。いやー、笑ったら即終了なんて言ってたけど、最初から笑っちゃったよ。私のツボを押さえている生物ばかりで、さすがだと思ったわ。誰に対してさすがだと思っているのかわからないんだぜ。まあ、楽しんでもらえたなら嬉しいけどな。ぷ、だから、私を見て笑うなよ。あらら、こんなところに古代生物がいると思ったらマリサだったわ。そんなこと言ったら、私も霊夢も全く変わらないから霊夢も古代生物になるぜ。ぷ、なんとも言えないくらい平和な会だったわね。楽しかったからまたぜひ聞きたいわ。よかっ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。さてさて、今日はティラノサウルスの意外な新事実を紹介していくぞ。ティラノサウルスといえば恐竜の代表格よね。これまで様々な発見がなされてきたけど、今日は何が聞けるのかしら。これまで培われてきた孤高のイメージから、声の出し方、鱗羽毛論争まで取り扱うぜ。まさにティラノサウルス情報の大盤振る舞いね。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。ティラノサウルスは約6600万年から6800万年前の北アメリカ大陸に生息していた恐竜だ。最大全長は約13メートル、体重は最大9トンにも及ぶ。報告されている獣脚類の中で史上最大級の体格を持つ種の一つとして数えられている。獣脚類の恐竜は、二足歩行で大きなものから小型のものを含む多様な肉食恐竜のグループよ。肉食以外にも魚食や雑食、植物食などの多様性が見られるわ。映画でもおなじみのティラノサウルスは鋭い眼光でおなじみだ。あの小さな目で見つめられたら動けなくなっちゃうわ。眼力に目の大きさは関係ないのね。眼力には関係なくても、噛む力には関係しているぜ。そうなの？ティラノサウルスの噛む力は3万5千ニュートンと言われていて、これは人間の噛む力の100倍以上だと言われている。ワニが1万6千ニュートンだということを考えると恐ろしい力だな。これだけ顎の力が強いから骨まで噛み砕けるのね。でも、目の大きさと噛む力ってどんな関係があるの？目玉やその付属物が入っている骨の部屋のことを眼窩というが、
ティラノサウルスなどの頭蓋骨が1メートルを超える大型肉食恐竜の眼下は、楕円形か鍵穴のような形をしているんだ。草食のトリケラトプスや人間の眼下が丸い形をしていることを考えると、これは大型肉食恐竜ならではの形をしていると言える。本当だ。だいぶ形に差があるわね。大型肉食恐竜でも、子供の頃や古い種では眼下が丸いことがわかっている。発達や進化の過程で眼下が楕円形や鍵穴の形に変わっていった証拠だぜ。そこで、進化の理由を知るために噛む力に与える影響をシミュレーションしたんだ。それでどんな結果が得られたの？鍵穴型の眼下を持つティラノサウルスの頭蓋骨は、噛みついた時に変形しにくいことがわかったぜ。眼下が狭いほど、その後ろにある頑丈な部分に沿って力が分散されることによって、負荷が軽減されるんだそうだ。この形は頭蓋骨に何らかの補強をしなくても、食べる時の負荷を軽減、消散させることを明らかにしたと論文にも書いてあるぜ。食事の度に、なんか頭痛いなぁ、首や肩が凝るなぁじゃ困るものね。とても合理的な進化ね。その反面、丸型の眼下に比べて収納できる眼球の体積に7倍の差があるんだ。だから大きな目と引き換えに強い噛む力を手に入れた可能性があるんだぜ。トレードオフとしては悪くないな。ティラノサウルス的にはそれでいいかもしれないけど、私的には大きな目のキョドった顔の方が好きだわ。パンダも可愛いイメージが強いのは目の周りが黒いからだもんな。孤高のイメージが強いティラノサウルスだが、実際は群れを作っていたそうだぜ。そうなの？今までの恐竜ドキュメンタリーなんかだと一匹でオラオラしてる映像ばっかりだったから意外だわ。カナダ西部のブリティッシュコロンビア州タンブラーリッジで、3匹のティラノサウルスが同じ方向に向かって歩いた足跡の化石が発見されたんだ。3匹は互いに手が届かない距離を保っていたそうだが、これはティラノサウルスが群れで行動していた証拠だぜ。発掘を率いたカナダピース地域古生物調査センターのリチャード・マクリーは、ティラノサウルスが群れで行動していたことを示す最も有力な化石証拠だと語った。足跡は幅 8.5 メートルの進路内を南東に進んでいたことを示すもので、歩き方においては両足の幅が非常に狭くて足をほとんど回転させない、効率的な移動運動であるという新発見をもたらしたぜ。歩幅は4メートルほどと非常に長いものだったそうだ。あまり足を開かずにまっすぐ歩いていたのね。モデルウォークみたい。ただ、歩くスピードそのものは人とそんなに変わらないことが明らかになっているぜ。そうなの？ロックオンされたら一巻の終わりってイメージしかないんだけど、オランダのアムステルダム自由大学の研究グループが、ライデンの博物館にあるティラノサウルスの骨格を元に CG モデルを作成、尻尾から歩くリズムを算出して歩幅と掛け合わせたところ、推定時速 4.6km という結果になったんだ。大人の歩く速さが時速4から 4.8km であることを考えるとだいぶゆっくりだな。小走りになれば見つかっても逃げられそうね。というか、今まで計算するときに尻尾を入れてなかったのね。尻尾がティラノサウルスの体長の半分以上を占めて、歩き方を特徴づけていることを考えるとちょっとつつきたくなるな。まあ、これまでは尻尾を入れられるだけのシミュレーション技術がなかったってことなんだろうけど、長らく尻尾を引きずってた時代もあるしな。最高時速がどのくらいかはこれから研究が進められるそうだ。わかってる範囲だとどれくらいのスピードが出るとされているの？この研究より前の2017年のコンピュータモデルを使ってシミュレーションしたものだと、時速 29km が限界でそれ以上速く走るとなると衝撃で骨が砕けてしまうといった結果が出たり、何せ体重最大9トンだものね。同2017年の別の研究では、500種以上の現存生物の最高速度や体の大きさを分析した結果、最高時速は 29km 程度だろうとのことだ。走る速さは歩く速さの約4倍とされているから、ティラノサウルスに走ってこられてもギリ逃げられそうだな。ウサイン・ボルトのトップスピードは時速 44.6km だから、余裕でぶっちぎれるわね。でも足が人間より長いのに歩くのも走るのも人間と同じくらいって、不思議な感じがするわ。確かに人間でも足が長い方が走るのに有利とされている。この理論は小型中型の恐竜であれば適用されるが、1トンを超える巨体持ちにはそのまま使えないぜ。体が大きくても重たいってそれだけで走るのに不利なのね。でもなんで足が長いのかしら。大して速く走れないなら意味が見出せないわ。見た目？ティラノサウルスなどの大型恐竜の長い足は、速く走るためもなくはないだろうが、エネルギー効率を考えたものという説があるぜ。肉食動物は獲物を得るために長時間移動することも多々ある。いくら速く走れたところで、獲物にありつく前にエネルギー切れを起こしたら本末転倒だからな。移動にどれだけエネルギーを割かずにいられるかが焦点になっても不思議じゃない。なるほど。短距離のスプリンターじゃなくて長距離のマラソンランナーってことね。
確かに大きな体を維持していく必要があったんだから、余計なことにエネルギーを割けないわよね。一体一日にどれだけのお肉を食べていたのかしら。毎日必ず食事にありつけるわけじゃないことを考えると、だいたい 300kg、牛1頭分ってとこだな。ティラノサウルスは代謝が早くて消化時間が短いことが糞の化石からわかっているから、しょっちゅう腹を空かせていたんじゃないかな。ちなみにこの糞の化石は長さが 45cm で骨の破片が3分の1を占めているぜ。すぐにお腹が減って次に行かなきゃいけないなんて大変ね。一生をご飯探しに費やすようなものだわ。そのためともぐいもしていたぜ。もぐい？ティラノサウルスが？さすがに死んだ仲間の肉よね。死肉を貪っていたのか、積極的に殺しに行ってたのかは判明していないぜ。ただ、食べる目的でなくてもライバルを排除しようして殺した結果食べることになったとかならありえそうだな。最近のものだとアメリカのワイオミング州で発見されたティラノサウルスの足の化石から、おなじみの歯の跡が見つかってるぜ。専門家もこの歯型をつけられるのはティラノサウルス以外にいないと言っているしな。でも共食いをするって事実がティラノサウルスの野蛮さに拍車をかけているわ。別にティラノサウルスが仲間の肉を好んで食べていたとしても意外ではないぜ。ワシントン DC の国立自然史博物館で古脊椎動物の研究を行っている。ハンス・ディーター・スーズもそう言っている。あらゆる肉食動物が死んだ動物に依存していて、雑食動物の豚でさえ仲間の死骸を食べると。待って、豚って雑食で仲間も食べるの？今そっちに反応するか？だってテレビだとコーンとか麦とか残飯を食べてる姿しか見ないから、ずっと草食だと思ってたのよ。人間の残飯食ってる時点で草食ではないだろ。一応残飯にもベーコンとかかつて仲間だったものが混じってるはずだぜ。もう可愛いブーちゃんとして見れないわ。食用の豚は元から大して可愛くないだろ。美味しくて可愛いわよ。霊夢の方がひどいこと言ってないか？まあ次に行こう。2012年に中国で羽毛恐竜ユーティラヌスというティラノサウルスの近縁種が発見されたことにより、ティラノサウルスの復元図が大きく変化したことを覚えているか？これまでの鱗に覆われていた爬虫類系の姿から一変して、カラフルでふわふわな姿になったのよね。そのカラフルふわふわ羽毛説だが、2017年6月、オーストラリアにあるニューイングランド大学のフィル・アールベルらによって、ティラノサウルスの鱗の痕跡が発見されたことから、羽毛があったとしても極めて限定的だろうということになったんだ。たった5年でひっくり返っちゃったのね。びっくりだわ。仮に羽毛が生えていたとしても背骨に沿って生えていた程度だろうとのことだ。鱗に覆われた体に羽毛が一列に生えた背中か。なんかディズニー映画に出てきそうな感じね。割とファンキーな性格の。確かに明るくやーって挨拶してくるタイプだよな。でもなんで鱗に覆われてることがわからなかったの？羽毛より残りやすそうなのに。歴史的に古生物学者はこれまで骨を得るために皮膚を破壊してきた経緯があるから、ティラノサウルスの皮膚はとても貴重なものだったんだ。別の動画で理想の骨格標本を作るために化石を売ったルイドロって人がいたけど、倫理観のかけらもないわね。なぜ貴重な発掘物を破壊していいと思った？って聞いてやりたいぜ。ベルラの調査によって、ティラノサウルスの頭部、胸部、骨盤、首、尻尾の皮膚から鱗以外の何物でもないものが発見されたからいいものを。まったくね。でもなんで羽毛が大して生えてないのかしら。ベルがいるには巨大化したからでは？という話だぜ。ゾウとかでかい動物はネズミみたいに毛が生えてないだろ？確かにそうね。体が大きい動物ほど体の熱を逃がすのが難しいから、寒冷な地域で暮らしているのでなければ羽毛を生やすのは得策じゃない。だからティラノサウルスもヒナの時代はふわふわで可愛かったんじゃないかという研究があるんだ。そういえば、大人では顎の力のために小さい目も、発達しきってない時は眼下が丸くて大きい状態だものね。アメリカ自然史博物館の古生物学者が再現したティラノサウルスの赤ちゃんはとっても可愛いぞ。大人のティラノサウルスと比べると、ポケモンの進化を見てるみたいな気持ちになるぜ。確かに可愛いわ。でも油断したら指を食いちぎられそうな怖さもあるわね。そこがいいんだけど、実際のところはよくわかってないんだけどな。ティラノサウルスの赤ちゃんを研究する機会がそもそも少ないんだ。でもカモフラージュや体温調節のために生えていたとしても不思議じゃない。ペンギンみたいね。小さい頃はふわふわの保護色よ。一番ティラノサウルスに近い鳥はニワトリやダチョウだった。という研究結果があるから、ペンギンとはまた違うかもな。そうなの？なんでもニワトリのお尻にトイレのラバーカップみたいなものをつけて、恐竜の歩き方を推測した実験があるくらいだからな。真面目な研究とは思えないほど面白いわね。今とは違う環境に生きていた生物のことを調べるんだから、それだけ柔軟性を求められるということなんだろう。この研究は2015年イグノーベル賞を受賞したぜ。ヒナの姿はヒヨコやダチョウのヒナみたいな姿という可能性もあれば、
つぐみのひなみたいにズル向けゾンビみたいな姿だった可能性もある。いくら最強のティラノサウルスでも子供の時は捕食の対象だからなかなか残ってないわよね。そうだな。大人のティラノサウルスに羽毛は大して生えてなかった説が有力になっているが、さすがのベルもティラノサウルスの半分くらいの大きさのユーティラヌスに、なぜ羽毛が生えていたのかはわからないらしい。どちらも似たような気候の中暮らしていたから謎は深まるばかりだぜ。でも謎が多いからこそ、古生物への興味は絶えないのよ。ティラノサウルスは暴君トカゲという意味だが、その暴君として印象に残るのが鋭い歯だな。あれで貫かれたらと思うとゾッとするわ。歯はステーキナイフのようにギザギザしていて、内部に鞘のような構造を持っているから折れにくいんだ。人間用のステーキナイフでも肉を簡単に切れるんだから、ティラノサウルスの歯なんて言わずもがなね。一噛みで殺せる相手ばかりじゃないだろうから、折れにくい歯は重要だな。エナメルで薄くコーティングされていたから、虫歯を防ぐためにエナメルの湿気を保つ必要があるんだ。だから歯は常にむき出しではなく、コモドドラゴンのように唇で覆われていたそうだ。ワニなんかは水辺で暮らしているから、唇がなくて口を閉じていても歯がむき出しだけどな。ティラノサウルスに唇ってなんだかもぞもぞするわね。ティラノサウルスだって大きいんだから、草食恐竜も大きいものね。草食恐竜といえばトリケラトプスが有名どころだな。体長9メートル、体重12トン。狩る方も命がけになる大きさだぜ。頭のところについてるフリルが特徴的よね。このフリルは骨でできていて厚みが8センチはある硬いものなんだが、ティラノサウルスがこの部分に噛みついたり引っ張ったりした跡が残っているんだ。フリルの部分ってそんなに厚いのね。縦にできそう。頭蓋骨部分の骨だから大して肉がついてるようには思えないけれど、骨っこみたいな感覚なのかしら。専門家が不思議に思い調べてみたところ、驚愕の事実が発覚したぜ。なになに？気になるわ。大人のティラノサウルスはトリケラトプスの首を食いちぎる習慣があったんだ。ひえ、どういうこと？トリケラトプスの首の筋肉が大好物だったそうで、そこを食べるには首のフリルが邪魔だったから取っ払うために噛みついていたらしい。首のあたりがゾワゾワするわ。なんでもトリケラトプスの首を引っこ抜いていたらしい。実際首を食いちぎられない限りつかないような傷跡が、首関節についたトリケラトプスの化石が数匹見つかっているぜ。人間で言うと斬死されるまでに何回も斧を振り落とされるようなものよね。トリケラトプスに生まれなくてよかったわ。人間でも紛争地帯でテロ組織に捕まって首を切られた事件があるから、人事じゃねえけどな。そんな最後嫌すぎるわ。まったくだな。狩りをするときや自分の存在を誇示するときに方向する。ティラノサウルスの姿を映画で見たことある人も多いんじゃないか？そうね。吠えなきゃティラノサウルスじゃないわ。残念ながら、ティラノサウルスは吠えないそうだ。そんな、どうしてなの？ティラノサウルスがどんな鳴き声をしていたのか調べるにあたり、テキサス大学の専門家が調査対象にしたのは、恐竜に近いと言われる鳥やワニといった種類類なんだ。鳥って結構いい声で鳴くし、ワニだってゲームのドラゴンの声として使われてるくらいなんだから、いい感じの声で吠えてそうなのに。確かに鳥には鳴かんという鳴き声を出すための器官があるし、ワニも声帯を含む喉頭がある。この2種類はそれによって音を出しているわけだが、祖先だった恐竜はこのいずれの発声器官を必ずしも持ち合わせてはいなかったそうだ。急に人魚姫みたいなことになったわね。何せ化石として残っている骨と違い、軟部組織でできている発声器官は朽ち果ててしまうことが多いから、はっきりとしたことがわからないんだ。それだったら盛大に吠えたっていいじゃない。まして映画なのよ。宇宙でビームがまっすぐ飛んだり爆発音がしたってそれが映画の宇宙なんだから。それも確かに一理あるな。あくまで作り物なんだし。ただ、古代の鳥の中間の一部に化石になったものはあるけれど、恐竜の化石からは似た構造が見つかったことがないんだ。だから鳥のように歌ったり、ワニのようにうなり声を上げていたことを示す証拠がない。だから今まで聞いてきた恐竜の声すべてが想像の域を出ていないんだぜ。衝撃的すぎて一瞬思考が止まっちゃったわ。わからないことが多いとはいえ、そこがわかっていなかったなんてびっくりよ。吠えない恐竜なんて嫌すぎるわ。諦めるのはまだ早いぜ。鳥とワニが共通して出せる音があるんだ。だからこの音はティラノサウルスも出せた可能性が高いぜ。それは一体どんな音なの？両種が攻撃性を示した時に出すシューという音だ。ギリ許せるわ。それはよかったぜ。威嚇音を出すのに発声器官は使われないから、器官があったかどうかは争点にならない。基本的に非常に大きな音で息を吐き出すんだ。他にも口を閉じたまま行う発声方法もあって、両種はこの方法を何度も進化させてきたんだぜ。メカニズムは動物の種類によって異なるものの、一般的に気管や食道の小袋から空気を押し出して低音を作るんだ。臭は人間でも出せそうな音ね。
でも口を閉じて行う方はどんな音なのかしら。馴染み深いのは鳩の空腔だな。ダチョウもワニもこういう音を出すから、恐竜がゴロゴロと喉を鳴らしていたとしても不思議ではないぜ。へいってゴロゴロか。派手なシーンでは使えないわね。どういう鳴き声にするかは制作者の腕の見せ所だな。他だとブーブーもあるらしいからな。それはいや、絶対嫌よ。確かにかっこよく登場してきたティラノサウルスがブーブー言い始めたら拍子抜けもいいとこだもんな。そんなわけで今日はティラノサウルスの意外な新事実の紹介をしたが、これにて終了だぜ。面白かったか？生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。